はい、どうも皆さんこんにちは、なつきです。くりともです。ていかです。まやです。はい、ということでですね、今回もこの4人で、おとぼろの企画をやっていきたいと思います。いや、なんも言わないんかい。回ってますよ、3人とも。大丈夫？ちょっと待って、ちょっと待って、なつきさん、ちょっと待って。もう一回やろ。はい、ということで、今回もこの4人でおとぼろの企画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ってことでですね、早速なんですけど、今回の企画、はい、皆さんね、オトブロックを普段から作ってると思うんですけど、まあ僕たちって作り終わったものをみんなに見せるじゃないですか。なんで、まあ人によって何時間でこういう作品ができたとか、まあ作品のスピードとかね、あとアレンジの仕方とかいろいろあると思うんですよ。まあそういうのをね、ちょっと僕が抜き打ちでチェックしようかなってことで、今回の企画は男女対抗1時間オトブロック選手権ということでですね、僕たちね、ちょうど楽譜勢と耳コピ勢でね、分かれてるんですよね。楽譜勢が、キリトモくんとマヤさんで、耳コピ勢、まあ、先にね、僕らが耳コピで楽譜とか作ってやっちゃう人がテイカちゃんと僕なんだよね。ってことなんで、はい、まあ、楽譜勢と耳コピ勢はね、両方1チームにね、1人ずついた方がいいと思うんで、で、じゃあ男女に分かれてね、キリトモくん僕チームの男チームと、テイカちゃんマヤさんの女チームに分かれて、1時間でオトブロックを作ります。1時間で作り終わった後に、まあ、どっちがね、オトブロックの才能があるのか、勝負しようじゃないかということでやっていきたいと思います。負けられないですね。負けられないですね。ボコボコにしちゃいましょう。もう立ち上がれないぐらい、ボコボコにしちゃいましょう。でですね、今回作る曲なんですけど、まあまだあのね、何の曲って言ってもね、知ったり知ってないとかあると思うんで、じゃあボカロの曲っていうことだけ知っておきます。ボカロだとね、結構知ってる曲あると思うんで、ボカロの曲で、制限時間は1時間。これからお互いにね、2チーム島に行ってもらって、何の曲を作るのかからね、2人で一緒に、まあ、例えばね、分担したりとかして1時間で、作ってもらいます。例えばね、曲のサビだけでもいいし、曲全部でもいいし、そこも分あの配分は任せます。大丈夫ですか？了解です。はい、了解です。じゃあ、はい、もうこれすね、行きましょう。なに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 。まあ、まあ、もうコテンパンにね、コテンパンにしてましょう、ナツさん、一緒に勝つのは、こっちのチームで。ちょっと待って、ちょっと待ってや。あ、俺、行くない、それ。いや、まずさ、まず俺は、島からだと思うんだよ、はい、この島を 何の島で作るかからまずね、入ってると思うんだよ。多分ね、相手のね、女チームは絶対ね、もうグリッド島ですよねとか言ってグリッド島にしてるんですよ、絶対。この装飾も何もない。そう、もっと曲に合わせたやっぱりね、映える島でオトブロを作るっていう、もうそこから形から入れないとね、いけないと思うんですよね。ゲラツさん、何の曲しますか、ナツさん。どうしよう。僕提案すけど、うん、ボカロの、あのオレンジスターさんの明日の夜空のなんとかっていう。そう、あれしますか。でもあの曲人気だから確かにありかもしれない。そうですよね。しかもあれね、4コード回しなんだよね。4コード回しわかるかな。コードがね、結構繰り返しだから、あのコピーするだけでね、いけるから、めっちゃ時間短縮はいける。てかこれさ、そしたらさ、明日の夜空だからさ、はい、星空にしようよ。どっからどこまでの長さがどう分けます？どこまでどう分けます？あーどー、B にしましょう。パートを分担しますか。ドラムやります。はい、お願いします。どうしよう、私は何作ろうか、どうしようかな。じゃあメロ、とりあえずメロディーを、この両手からから入ります。そうですね。あ、でもサビは別にあれかな、普通のフィンガーベースでいいか。これサビからですよね、作るの。あれですよね、合ってますよね。待って、1から作るって。これ何？キリトモこれ何？あ、これちょっとあのちょっとこれは見なかったことにしてください。あのグリッドをあのオンにしてて、歌いました。歌いましたね。はい、この量この量この量でからこぼれ
めっちゃいい。まあベースラインとドラムはマジでベーシックなやつだからな。そう、まあ、言うてあれなんです、 あれなんでね1時間なんでね、そうクオリティ重視っていうかはこう完成さすことが一番っすね今は。そうね、なんかどうしますか、あの人らすごいの来たら。それはもう土下座する。いいですね。1時間 OK、 1時間。だから1時間でだからいい、うん、めっちゃいい、いいですね。食べるめちゃくちゃいい。いいっすか、アンナさん。 OK、 ちょうど25分や。ちょっと待って、周りの木とオートブロだけ消そうや。ちょっとこれ恥ずかしいで。はい、ということでね、1時間皆さん作り終えましたね。はいはい、疲れてる？大丈夫？いや疲れましたね、本当にめちゃくちゃ疲れましたね。いやでもね、すごい楽しかった。1時間めちゃくちゃあっという間だったからね。確かにあっという間でしたね。ちなみにね、1時間で音風呂を作るってまあね、なかなかできないことですから ね自分たちで言うのもあれですけど。いやこうだっていきなりね、僕とキリトモくんとかね、マヤさんって感じで初めて組んでね、じゃあこうしようかみたいなこともね、すべてね1時間でね話し合ってやったんでね、結構そこら辺もね、じゃあドラムどっちにしようかみたいな話し合いをね、まあ見ていただいたら分かると思うんですけど、いやめちゃくちゃ面白かったですね。ということで、じゃあどっちから見に行きますか。どちらでもいいですよ。じゃあじゃんけんしてキリトモとテイカ。え、じゃんけん持ってない、俺持ってないです。じゃあ俺が出よう。いい、いきますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、どうでした？いや見てなかった。ナスピョンさんグー、ナスピョンさんグーでテイカさんパー。いや違うでしょ、え、ほんとにやった、ほんと。ちょっと待って、録画 見直しっすか。じゃあどっちがいいですか、先行いきます。はい、じゃあ先行。女子チーム、はい、ほらキリトモ、俺らの予想通りだぞこれ。相手のね、女チームは絶対ね、もうグリッド島ですよねとか言ってグリッド島にしてるんですよ絶対。はーい、グリッド島、まあまあまあ、グリッド島。いや、あの女たちは絶対グリッド島しか選ばねえからな、ちゃんと島から選ぶ。俺らちげえなとか言って、俺たちはちげえわってなっちゃう。じゃあ行きましょうか。わあ、1時間クオリティですからねこれ皆さん。1時間でこのオートブロの量、はい、ベースとドラムが、うん、マヤマヤロッシが担当です。あー、なるほど。それ以外はテイカさんが担当しました。はい、流していいですか。はい、はい、じゃあ女子チーム聞いていきます。天の弱ですね、いきます。やば、めっさかっこいいんだけど、ちょっともう一回聞こう。え、かっこいい。まずね、まあね、レビューというか感想ですね。まずベースラインがバカかっこいいっすよね。この四つ打ちじゃなくてちゃんとベースラインを作っていて、でハモリも作ってるね。でリズムも単調じゃないんで、しっかりとねしてますね。楽してないですね。いやめちゃくちゃ上手。いやめっちゃ音のバランス良かったな、さすがだな。はい、ということでね、僕たちの作った島に来てもらいました。はい、僕らね、まずね、まあ見てほしいんですよ、明日の夜空ってことで。ちゃんと夜空をね、じゃあ行きますか。いいですか。
おお、いいっすね、すごい。まあ男チームはこんな感じで1時間で作りましたと。まあね、今回はね、なんかその勝負とは言ったんですけどね、普通に敵チームもあっぱれでしたし、僕たちもよく頑張りましたよ、これは。まあね、これ結構1時間クオリティだからね。ということで、検証結果はね、音風呂会の仲が深まりましたっていうことですかね。そうっすね。はい、ということでね、いやー楽しかったっすね、普通に。こんなに楽しくなると思わなかった。楽しかったっすね。楽しかったね。しかも1時間がね、バリ短かったんよね。いやー一瞬でしたね、そう。いやでもね、その、なんだろう、1時間で作業するってよりかは、1時間でね、どういう背景で、どういうね、なんか曲にするかとかね、そこも最初から全部ね、2人でね、考えて作ったのめちゃくちゃ面白かった。確かに。いやー楽しかったね、キリトモくん、2人でできてよかった。楽しかったっすね。え、夏目さん、今度2人なんか迎えられません？こういう感じのやつ。え、いや俺1人で作る方が好きだからいいや。え。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。今回ね、出演してくれた、まやさんと、キリトモくん、ていかちゃんは、概要欄の方にチャンネル貼ってあるので、ぜひ覗いてください。全員ね、音風呂めちゃくちゃうまいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。